魂のダンジョンでの戦闘は契約者の内面との戦いという。つまりこれからもチャイルドを作るたびにこんな風に戦わないとダメってことか。なあモナ、毎回こんなめんどくさいことをしないといけないのか。そうですね、お金があればなんとかなりますが、ご主人様お金持ってないですよね。余計な出費はしない主義なんだよ。悪魔はお金なんて気にしないのさ。あらら、面白いご主人様。有史以来お金を気にしない悪魔なんてモナは聞いたことがありません。私もともと看護師になんてなりたくなかった。人を助けたくて看護師になったんだろ。子供の頃やってたウママごとだって。こんなの私が思ってた看護師じゃない。毎日毎日くだらない話ばっかり聞かされて、雑用ばっかり、もううんざりよ。それも人助けだろ。なんだあれ、自分たち同士で喧嘩してるぞ。人の心にはいろいろな感情が渦巻いていますからね。あれが全部偽らざる本音なのか。自分とさえうまく折り合いがつけられないなんて辛いだろうな。なんでご主人様が悲しそうにするんです？別に。ご主人様って本当に悪魔ですか？優しすぎます。魂のダンジョンは予想より広く、結局デメテルには会えなかった。しばらく探し回って疲れた俺は休憩を取るために一旦現実世界に戻ることにした。なあモナ、今契約者の看護師さんはどうなってるんだ？きっと願いが叶って自由気ままに振る舞える自分を手に入れてると思いますよ。じゃあ幸せにやってるってこと？そうですね、人間の幸と不幸は考え方次第ですから。なんか引っかかる言い方だな。まあいいや。それじゃあ魔王争奪戦について聞かせてくれよ。正直まだ正確に理解できてるか不安だし。あら嬉しい、ご主人様やる気になってくれたんですか？いや、なんとか苦労しないで済む方法があるんじゃないかって思ってさ。そんな方法ありませんよ。さてまず契約者とチャイルドの関係については理解していますか？契約者とは悪魔と契約し、その対価として魂を提供してくれる人間たちのことです。さてここで問題です。悪魔の力と人間の魂が合体するとチャイルドが生まれるだっけ？ピンポーン。手段を問わず、とにかく強いチャイルドを多く作って従わせた悪魔が魔王になれるんです。ちなみにチャイルドとは契約者との間に生まれる赤ちゃんという意味ではありません。契約にはご主人様が期待するような行為は含まれておりませんので、あしからず。
ま、おい、そんなの分かってるよ。すべてのチャイルドは一人一人個性と知性を授かって生まれてきます。チャイルドを理解し使いこなすことがご主人様に求められるわけですね。モナ先生、よくわかりました。それでは魔王争奪戦を棄権するにはどうすればいいですか？残念でした。棄権はできません。やっぱりそうだよな。それでは張り切ってデメテルを探しに行きましょう。ところで、なんでデメテルのダンジョンは扉が開いてたの？俺と契約する前だったじゃん。そこなんですけど、どうも彼女、ご主人様以外の悪魔とも契約してたみたいですね。はあ？そういうのってありなわけ？人間の欲望はとてつもなく大きいですからね。いくらでもバラ売りできちゃうわけですよ。人間の欲望ってやつは半端ないな。それにしてもさっきから寒気がするぞ。モナ、早くここから出よう。騒がしいと思って来てみたら、足元が明るいうちにお引き取り願えないかしら。こんにちは、デメテルちゃん。あらあら、随分とセクシーな姿になったわね。何よ、私をバカにするのはやめて。バカになんてしてないわ。こちらの目的は分かってるはずよね。目的？ああ、そいつのチャイルドになれってこと。正解。ちゃんと理解してくれるなんて、いい子ね。いいわよ、なってあげようじゃない。ただし、条件があるわ。私を、もっともっと楽しませてみなさい。退屈なんて、まっぴらごめんなんだから。会いたかったわ、ダーリン。キャッ。痛いじゃない。可愛い弟子の頼みなら。終了しました。
よりやるじゃん、ダーリン。ダーリン。なんか私、あなたのこと気に入っちゃったかも。だから、これで終わりじゃん。面白くないわよね。おい、待て。消えた。あらら、逃げちゃいましたね。見え見えの虚勢なんか張っちゃって。可愛いですね。それで契約はできたのか。